今回は、領域展開どれも強すぎない?に対する読者の反応を紹介していきます。領域展開もいろいろあるけどこいつのは入っただけで動けなくなるの強すぎない?入っただけでグニーできたり溶岩ぶち当てられるのも強くない?そういや火山の領域も入ったら普通は焼け死ぬのか。火山のそれは領域の特性でそこからプラス必中攻撃やるのがずるい。ロートだって入っただけで燃えるし真人だって入っただけで変形するぞ。真人は入っただけでは変形しなくない?あくまで無意天変が必中になるだけで領域自体には特に効果なかったはず。七人も普通に喋ってたし。宿儺は領域閉じてすらいないから気がついたらみじん切りってのもなかなか。逃走可能って縛りで範囲広げてるみたいだけど逃げようがなくない?逃走可能自分自身ならだから何もおかしくないなクソゲーだわ。入っただけでバカンス。花見のは入っただけで森林浴だったんだろうか。必中効果はまあ樹力で育つ種だろうな。俺は花畑が広がってる方にかける。もしかして五条の領域展開って何が必中なのか分かってないのかな?あの空間そのものに思考力デバフみたいなの貼ってるし使う必要なかったんだろうな。紫必中でもかなり強いし。かなりで済ませていいのか。無加減だと必中させる術式がないけどそれを縛りにして領域自体の効果が強いのかな。0.2 秒展開するだけで特級呪霊でもモブは動けなくなるの怖い。お魚が降ってくるだけの可愛い領域もあったのに。噛まれてから企画できるってかなり強いだろうしかも無限に出せる。なんか五条とか真人が失中しだから領域内で即死じゃなくなんとか戦えちゃうだけでも弱く感じてしまうところはある。一般人気にしなければあの場で全員領域内で始末されたんだよな。伏黒の領域が完成したらどんな感じになるのかは気になる。式神バンバン出すのか影に飲み込まれて入ったら一発アウト系になるのか。マコラ様が渋滞に渋滞と湧いてくるんだろう。領域展開は基本的にクソ技だ。みんな領域バトルしてたのかな平安時代。そこかしこから飛んでくる領域展開。少なくとも人間の術師のレベルも高かっただろうし。領域展開してもメリットが特にないタイプの術式の人がちょっと不憫。七民とかどこ当たってもクリティカルになるんだろうか。東道とか今でも必中だしな拍手なしで発動可能とか呪力関係なく入れ替えできるかもしれんが莫大な呪力消費に見合うのかよくわからんし。ブギウギは領域するまでもなく必中みたいなもんだから僕の番の方が強そうなんだよね。よく理解できていないんだけど伏黒の領域ってあれ空間内で式神多数召喚可能ってことでいいの?それでいいんじゃないかなついでに自分も影になれる。無意天変は単純にパワーアップだけど無料空所は解釈かなり曲げていつものと効果変えてるし発想次第じゃないか。解釈を広げるのが大事なのは伏黒もやってたな。伏黒の領域は攻撃が回避できるのも地味に便利そう。自分の思い描く理想の強さを得られる空間だろうからまあ何でもあり。解釈を広げるのと結界術が使えることが前提っぽい。聖徳領域を作らなきゃいけない呪霊側の方が覚えやすそう。無料空所は無加減の内側っていうのがすごい解釈広げてる感じはする。東道の聖徳領域とか引きずり込んだ時点でカツカクのクッソキモい空間だろ。いつの間にかブラザーになる空間。タカタンとイタドリがハイタッチして入れ替えまくりの空間かもよ。東道は物に受け力込めるだけで卑劣様みたいなことができるのがずるい。赤血槍術の領域って血まみれな空間だろうしおどろどろしい見た目してそう。血でできた弟たちとピクニック。雑草の植物の聖域?吸って打つ技は極の番だったのかな極の番と領域って合わせて使えたっけ?できる富士山がやってる。そういや宿儺は領域展開後すぐに術式使ってたな。領域展開した聖徳術式が使えないだけだからね。あと真人も東道に黒線打った後お触りしようとしてたし実際は領域展開して一分もしないうちに使えるんでしょう。乙骨はまだ使えなくても仕方ないかなって思えるけど、つくもはさすがに領域使えてほしいわ。というか領域使える術師が少なすぎるまさか御三家の当主も無理とは。東道がつくも流の管理領域使おうとして確かに領域だけじゃない?鳥を操るだけの術式なんてクソだ鳥に自害させてパワーアップとかあるから解釈は本当に大事ブギウギその気になれば頭だけ入れ替えとかできるかも。乙骨の領域展開はリカちゃん空間になるんだろうか。どこからでもリカちゃんが現れる。展開しなくてもどこからでも現れてるような気がするが。なんなら望んでない時やいらない時も出てくる。
一握りのセンスと発想力が大事なので領域になった姿を想像できないとか領域なくても相手に押し付けできるようなものは難しいかもしれん。領域って聖徳領域に術式を付与したものだし同じ石血槍術でもノリトシとお兄ちゃんのはちょっと別物になるんだろうか。領域展開使えるか使えないかで差がでかいというか使われると対策なしならほぼ罪なのがひどい。サトルの場合同時に展開しないと相手は領域展開すら不可能になるのがひどすぎる。いやまあ同時でも塗りつぶされるんだろうけど、普段の無限バリアーだの無限応用ビームだのから無限そのものを近くさせて処理落ちさせるってのもこいつだけかなりアレンジされてる感じある。領域持ちからしても格下は領域なしで殺せる、資格上は押し負けるから微妙に使い所が難しい。一対多の状況くらいかな。ガマ高速ヌエスタン、ガマ高速ヌエスタン、ハメループやめろ。めぐみはさあなんでハメるの、僕や友人なら迷わず教室を入れに行くよ。確かに必中になるならすべ無限脇の方がダメージ入りそう。領域展開で死んだの少なの指の呪霊とマコラくらいか。マコラは風画も重ねてやっと倒したからまたちょっと違う。渋谷のあまたの一般人、富士山も一応悟るに決めてにはされてるからほぼ殺されてるようなもの、あくまで口割らすために生かしてただけだし、簡易領域も落下の上も領域対策としては貧弱すぎる。あのジジイの口ぶりから普通はあれで問題ないんだろう。無限にお魚が飛んでくるからキャパ超えただけで、簡易領域は術式中和効果の方が強いというのはある。東道は簡易領域のおかげで生き延びただろ。発動する前に腕持ってかれたんですけど、簡易領域って人間だけの技術かと思いきや下等が出した呪霊も使ってるのがよくわからん。まず簡易領域自体いまいちわからんというか、あのオート反撃はミワちゃんだけなのか新影の特徴なのか、他の簡易領域もあんな効果あるのか理解できてない。新影の簡易領域とは別に聖徳領域を広げるわけじゃないけど小規模な領域っぽい術式があるってことでしょ。でもクソ燃費だからなあ。サトルは座ってて最終奥義なんだから強いに決まってんだろ。これで弱かったらどこぞの幽門宝月丸みたいにネタにされるだろうが、世界の一部を範囲限定して書き換えてるようなもんなので、最終奥義ってよりかはチートとかバグ技って認識してるかな。それこそ、最終奥義は極の番って。自分の術式が壊れる代わりに威力が上がる領域展開さん。運弱い。というかハイリスクすぎる。脆すぎるだけで別に壊れるのは必須じゃないだろ、いい加減にしろ。特殊能力なしで殴りつける専用の武器が脆いって完全に壊れる前提じゃねえか。領域展開もしばらく術式が焼き切れるから一緒だな。ハゲの悪口はやめるんだ。口を慎め、あの使えねえハゲは普通に語ると自然悪口になってしまうんだ。そのくらいクソみてえな活躍しかしてないだけなんだ。塗り薬は文句なしに良かっただろ。強いんだけど最終奥義にしてはやけに登場が早いという意味ではバトル漫画に珍しいパターンな気もする。魔獣戦線の空間支配みたいにいつの間にか持ってることが前提のインフレスキルになるのか、それとももっと先の段階の技術があるんだろうか。